風魔小太郎は北条の忍びである。しかしそれは過去の話、今では曲がす風として自由に吹き渡っていた。その風魔が突如受春城を制圧した。それはあたかも自らの存在を誇示し、自分を捕まえてみせろという誘いに見受けられた。奴の考えてることはまるでわからねえ。愚痴をこぼしながらも北条氏康は受春城に赴くのだった。神出鬼没の風魔が受春城に居を構えるとは、これは一体。風魔が氏康殿を招いている、それがしにはそう思えるのですが。ふん、まあ間違っちゃいねえだろうよ。この世界に来てからこっち、やつはオロチについたりなんだりで好き放題だった。契約を忘れたみてえにな。堂々と居場所を明らかにしたってことは、俺と向き合う気になったってことだ。まあただの座興って可能性もあるが、ここは乗ってやる。風を捕まえるぞ。関東の獅子のお出ましだ。ドアをどう、道を開けがれ。相手は筋金入りのお化けさんだ。何考えてんのかさっぱりわからん。気を張っても無駄に疲れるだけだ。まっすぐに奴を目指すぞ。足に付き合え。命は粗末にできん。敵将撃っちゃっといたぜ。それがしが前に。我々にお任せください。牛安殿は風魔のもとへ。
愚風よ父上、我らは風魔の元へ向かいましょう。ケアその首、いただいた水分、気張ってる奴らがいる。俺がチンタラやるわけにはいかねえな。飛ばせ！さすがは孫悟の虎どもだ。やりやがる。みっともねえ戦はできねえな。一段と冴えておいでですな。ダメんじゃねえ。よっ。ここに朽ちるまで戦う所存。引くしかないようだな。一応撃っちゃっといたぞ。おお、破棄獅子の方向が聞こえる。我らも力戦せねばな。さて、そろそろお出ましか。風を捉えて執着至極に存ずる。説得をするうちに炎が迫っているぞ。本気で殺意を向けてやがる。この棒を早く届きましょうと。我が魂、今こそ披露せん。感謝いたす。よっ、朝飯前だぜ。敵将撃っちゃっといたぜ。命は粗末にできん。撤退じゃ。私が行こう。ここまでよ。引け引け。盛大なおもてなしだな、お化けさんよ。俺の勇気を試してるのか。今だった。ここだ。愚風よ。ここだ。燃えよ。
せねばなりますまい。ここまで命がけで付き合ってやったんだ。いい加減顔を見せろや。俺がしが参る。我の酒を受け取って一日船は素直に私が行こう。やっと出やがったか。そこで待ってろよ。ここだ。ここまでやってるよ。敵将を撃ち取ったり執着至極に存ずる。ここだ。受けてみよう。ここだ。それがしが参る。私が真の三国無双だ。飛ばせ。こう打ち出す。チャリメだ。この切り殺しにかかりやがって。アメスにしても穏便にやりやがれ。歴史を売っちゃっといたぜ。戦場を駆け巡る様、春のつむじ風のごとくだ。吹き止まず花の嵐を巻き起こすか。くだらぬ先を打ち出す。お前を倒すためにいらぬ勇気を使い切っちまった。俺と再契約してくれるか、お化けさん。風も契約には縛られるのだ。風は何者に縛られる。お二人の結びつきは契約のみにあらず。あえて申さば、絆ゆえですか。その分かち難さ、錦を織りなす糸のごとくです。お前の回りくどさは、糸がこんがらがるのごとくらぜ。ドアホーどもを黙らせてやったぜ。お化けさんよ、不思議なんだ。なんだって今になって再契約してくれたんだ。この先ウヌを待ち受けるのかつてない強大敵。臆病な氏康が心配になる。気遣いどう思う。ま、しっかり見守っててくれよ。